どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。120秒でこちらの集音機、補聴器を紹介していきたいと思います。安価な集音機は操作が難しい、または機能が限られてて使いづらくて封印。パーソナルサウンドデバイスはどんな耳にもぴったりサイズ、小型で目立ちにくくて高音質の音響でテレビ、会話、アウトドア、電話などあらゆる日常の音が今よりクリアに聞こえます。はい、こちらパッケージでございます。取説、全て日本語。 USB、 ダストスクリーン、クリーニングブラシ、そして本体、こちら充電ケースでございます。かっこいいね。開ける感触もいい。そしてこちらが本体でございます。おお、補聴器、集音機には見えない。取り出し方もシンプルです。重さは 140g。 はじめから付いてるイヤーピースと2つありますので、合計3種類のイヤーピースが付属。充電についてはフル充電2時間、ケースフル充電ではなんと80時間も利用できます。シールが付いてますので、これは剥がします。シール、はい、早速装着してみたいと思います。手前に出っ張ってる方が前です。垂直につけます。そして横にします。これで OK です。同じくこちらも横に。おー、聞こえる聞こえる。電源のオンオフはこちらをただケースに戻すだけで、電源オン、オフ、またはタッチコントロール。はい、ここにですね、指紋のマークついてるんですけども、こちら5秒以上します。そうすることで、電源をオフにすることができます。音量調節は5段階。軽くタッチするだけで、5段階音量が上がってきます。お、ピーって言います。はい。はい、すぐタッチした瞬間にピーって音が出て、音量が上がってきます。3つのスイッチモード、先ほどのタッチする場所を2秒以上長押します。1回、2回、3回、このピーという音によって変わってきます。個人的なんですけども、めちゃくちゃおしゃれでございます。使いやすいと思います。このような形ですね。こちら、補聴器には見えないデザインなので、補聴器に抵抗がある方にもおすすめ。保証はなんと驚きの24ヶ月。ご家族、ご高齢な方にプレゼントしてはいかがでしょうか。軽度から中程度の聴力損失、聴力が弱ってしまった方にもおすすめ。サウスライト、集音機、パーソナルサウンドデバイス、DM31、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。詳細は概要欄で。